2023年3月30日にロシア国防省が、ウクライナ軍が発射したとされる短距離弾道ミサイルグロムにフリムニを迎撃したことを発表したよ。ただ日時や迎撃した際の状況、発射地点やロシアのどこに向けて発射されたものであるかなどの詳細は明らかにされておらず不明だな。ロシアお得意のプロパガンダかな？どうだろうね。さて今回はそんなロシア国防省がウクライナ軍の弾道ミサイルを迎撃したと発表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナは旧ソビエト連邦の一員であった頃は核弾頭と共に多種の弾道ミサイルが配備されていたんだけど、1991年のソ連崩壊後の独立とソ連製の核兵器を放棄したため、国内で運用していた弾道ミサイルは射程 120km の OTR-21 トーチカ U だけとなったんだ。ウクライナ国家安全保障国防委員会は2006年、ウクライナ軍が運用していたトーチカ U が老朽化していたことと、射程 120km ほどしかないトーチカ U のアップグレードのために必要なパーツはロシアの軍需企業が生産しており、ウクライナ国内では不可能であったためにトーチカ U よりも、優れたミサイルシステムの必要性を認識して国内開発することを決定し、ウクライナ中部のドニプロにあるピブデネデザインオフィスピブデンヌが設計開発を担当することになったよ。新たに開発される弾道ミサイルはサク3と名付けられ、その後マイダン革命による停滞や政権交代などの度に開発と廃棄が繰り返されながら、2011年にはグロムフリムと呼ばれる新しいミサイルシステムがサウジアラビアの資本によって開発が進められ、ピブデンヌはその経験をもとにサク3の開発をウクライナ政府に提案して同意を得たらしいな。その後、2014年にキーウで開催されたアームス&セキュリティにおいてフリム2が発表され、2016年にはサウジアラビアが4000万ドルの研究開発費を提供するなどを経て、2017年5月にはフリム2を2発搭載可能なトランスポーターエレクターランチャー車両が公表されたぜ。2019年4月に2発のフリム2が完成したことが報じられ、ウクライナとサウジアラビアそれぞれが1発ずつを保有してテストをすることになっていたんだけど、その後は全く情報がなく、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵略が始まったために、実戦配備までには至っていなかったものと見られていたけど、射程距離が 280km とされているため、もしロシア国防省の発表通りに撃墜されたミサイルが本当にフリム2であるとするなら、戦時下ゆえにテストを兼ねて実戦で発射したとも考えられるね。今年になってウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が、2022年5月にはビルカイムが初めて戦闘で使用されたと明らかにしていて、ハイマースの長射程 GPS 誘導ロケット弾が届かないロシア軍占領地域でたびたび発生している爆発は、この射程 130km 以上とされるビルカイムによる攻撃だった可能性が浮上していたみたい。ウクライナが独自に開発していたビルカは弾頭重量 250kg で最大射程 70km とされ、旧ソ連製の多連装ロケットシステムマース BM30 スメルチから発射可能なロケット弾で、GPS 以外の誘導方式を採用しているとされ GPS が妨害されている状況下でも誘導が可能であり、その弾頭重量を 170kg に減らして射程を 130km まで延長したものが登場し、ビルカイムとして量産が開始した矢先にロシアからの侵略を受けたためにどこまで実戦部隊への配備が進んでいたのかは不明なんだって。このビルカイムが事前にテストをせずに実戦で試されたことが事実であるとするならば、フリムにも同様に実戦をテストとして発射された可能性は否定できず、ウクライナ側からこのフリムにに関してのコメントが発信されるか、ロシア国防省からの続報が待たれているよ。また、ウクライナにおいては射程距離 300km とされる巡航ミサイルも開発が進められたとしているけど、開発に成功したとするとの情報があるもののその信憑性は低いと見られているんだ。ウクライナ軍はこれまで、アメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システム、ハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システムマースから、
発射可能な長射程 GPS 誘導ロケット弾 M31 による遠距離精密砲撃によって、ロシア軍の兵站集積施設や補給路を攻撃したり司令部や兵舎などを攻撃して、人的損害を与えたりすることで最前線のロシア軍部隊を弱体化させてきたけど、そのことに気づいたロシア軍が補給拠点などをロケット弾の射程約 80km の後方に下げたため、その効果を期待できなくなっているよ。アメリカにはマースから発射可能な射程 300km の GPS 精密誘導の戦術弾道ミサイル、MGM-140A タクムスの提供を望んでいたが、ウクライナがロシア本土を攻撃可能な兵器を持つことによる戦争のエスカレーションを危惧する、アメリカのバイデン大統領が供与を拒み続けていたな。しかし、西側諸国の新型戦車や装甲車の支援を受けたウクライナ軍が反転攻勢に出るためには、昨年のハルキウ州とヘルソン州奪還作戦時と同様にロシア軍の後方補給路などを叩いておく必要があるため、最前線から 100km 以上後方に置かれているロシア軍の兵站集積地を攻撃する必要があるぜ。戦闘を激化させるか、早期終結のために有効打を供与するか、悩みどころだったんだろうね。その状況を踏まえてだろうけど、アメリカは2月3日にマースから発射可能な、GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボム地上発射型小口径爆弾という、射程 150km とされるロケット弾をウクライナ軍に供与することを発表したよ。この GLSDB とはアメリカのボーイング社が開発していて、既存のロケット弾 M26 のロケット推進部分と、スウェーデンのサーブ社が開発した航空機から投下して滑空しながら GPS と INS によって目標に誘導される、小直径爆弾 GBU-39 を組み合わせてもので、マースから発射された後はロケット推進によって高度を稼ぎ、最高高度に到達したところでロケット推進部分を切り離し、弾体に収納されていた翼を展開して滑空し、GPS 誘導によって 150km 先の目標を正確に攻撃できるとされているため、ウクライナ軍にしてみれば喉から手が出るほど欲しい兵器だと思う。しかしながら、M26 はアメリカに豊富に在庫あるものの、GBU-39 は在庫がなく、サーブ社との契約や改修などのために供与が9月になると見られ、この春に実施されると見られている反攻には間に合わないため、ウクライナ側が短距離弾道ミサイルの実戦配備を急いでいる可能性が高いとの見方が広がっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。